ホルケーラは、スペインカスティーリア・ラマンチャ州、アルバセーテ県のムニシピオ、ラマンチュエーラ郡に属する。県と、アルバセーテから47キロメートルの距離にある。スペイン国立統計局によれば、2010年、の人口は457人。自治体は、アルコサレフホス、カルサーダ・デ・バルガーラ、クーバス、マルドナードの地区に分けられる。ホルケーラは、 アルバセーテ県の北東部、フカル川によって侵食された、絶壁状の小高い丘に位置する。フカル川は、自治体内を西から東へと蛇行しながら、深さ200メートルの渓谷を形成して流れている。町の対岸は、カニャーダでアベンヒブレ地区で、現在は、プエンテヌエボで結ばれており、見応えのある景色となっているが、この地形は天然の要害として、 レコンキスター機には機能し、12世紀のアルモアーダーサの城塞跡が残されている。居住地区の絶壁の小高い丘を取り囲むように城壁が巡らされ、他には再建され、現在博物館として使用されているドーニャブランカの塔やラプエルタデラビラとラプエルタヌエバと呼ばれる町への二つの天然の門となっている場所に建てられた防御のための塔などがあった。ホルケーラは、 アベンヒブレ、ラレクエフハ、アルカラデルフーカル、アラトス、ボルマーテ、ポソロレンテ、カサスデフアンヌーニエス、バルデガンガ、フエンテアルビージャ、ゴロサルボ、カサスイバーニエスの自治体と隣接する。気候は内陸性で、冬の寒さは厳しく、凍結することも珍しくなく、冷下15度に達することもある。また、夏の暑さも厳しく、乾燥しており、30度以上になる。 ホルケーラの経済活動は、農業が主体、特に乾燥農業で、トウモロコシ、大麦などの穀物栽培、そして、ブドウ、オリーブ、アーモンドなどが栽培される。自治体市長は、カスティーリャラマンチャ国民党のヘッススマリーア・ヒメネス・サンチェスで、自治体表議員は、カスティーリャラマンチャ国民党、6、カスティーリャラマンチャ社会党、1となっているホルケーラは、 カサスイバーニエス司法官活国属す。ありがとうございます。